はぁ、あ。はぁ、あ。よし。口も塞いだし、手も縛った。えっと、あとは、な、横にして。これで外から見えないよな。おい。おとなしくしてろよ。言う通りにじっとしてれば、痛いことはしない。わかったな。 背景お母様お父様。俺は今、誰がどう見ても悪いことをしています。子供の頃の夢は仮面ライダーだったけど、ある意味これからの人生、一生仮面をつけながら生きていくことになりそうだよ。ただこれもそれも、あんたらがギャンブルで残した借金のせいだ。ある朝突然、夫婦揃ってトンズラこきやがって。何の取り柄もない息子には、 街で一番有名な会社の礼状を誘拐するくらいしか思いつかなかったよ。身の代金で無事借金を返し終わったら、真っ先にあんたらを殴りに行きます。ではまた。よし。とりあえず、この辺はお前んとこのボディーガードがうろついてるからな。海沿いの街まで離れるぞ。はぁ、あ。奇跡的に。 あんたが一人きりになるタイミングがあってよかったよ。三日も張り込んで木を伺った回があったぜ <laughs>、はあ。まだバレてないかな。そうそうする。んどうしたあ口外したいのか叫ばないって約束するなら。 後で外してやる。ちょっと我慢してろ。はぁ、あ。こいつが行方不明になったと分かったら、家族総出で探しに来るだろうな。身の代金の要求は、できるだけ距離を取って、こっちの体制を整えてからだな。<music> おい。 じゃあ、口外すぞ。叫ぶなよ。ま、つってもこの時期の海沿いに、人なんか一人も見当たらないけど。一応な。おいしょ。ま、うん。そんなに苦しかったあ、悪かったな。 こっちも仕方なかったんだよ。あ、はい、これ。水とおにぎり。さっきコンビニで買ってきた。お嬢様の口には合わねえかもしれねえが、腹に入れておけ。ん<あ>な、お前、コンビニ行ったことねえの マジかよ。さすが金持ち。寒い日に見つけたコンビニで買うホットスナックのありがたさも知らねえとはな。人生そうしてんな、お前。<laughs> まあ、うまいから食べろって。えあ,あ、悪い。手縛ったままだったな。今ほどいて。 ほどいて。ダメだ,だよ、バカ逃げちゃうじゃんあっぶねー俺としたことがとんでもないミスをするとこだった。くそ、さすがお嬢様だぜ。狙ってやかったな、お前。はあじゃあ、俺が向いて食べさせてやる。よいしょ。ほら。 どうだうまいか <laughs> だろうこんなうまいもんがたった100円で買えるんだぜ <laughs> すごいよな。<laughs> お、いいセンスしてんなお前。ファミマは海苔がいいんだよ海苔が。<laughs> あ、水も飲むいや。 なんかあれだな。てっきり、もっとクールで頑固なご令嬢かと思ってたけど、意外とそんなことないんだな。<laughs> あ。おい。それ、携帯だよな な、や、やっべ、GPS? お、お前の位置情報とか絶対バレてるよな。なあ、くっそ。俺としたことが痛恨のミス。ああ今からすぐに携帯ぶっ壊して。んえ ?GPS は切ってるあなんで 場所を知られたくないから、前からこっそり。あ、そ、そうなんだ。お前もいろいろあるんだな。はあ、まあ、何にせよ助かったよ。はあ、よかったよかった。そしたらとりあえず、今日の宿を探さないとな。 身の代金はそれからだ。よし。じゃあそろそろ車出すぞ。んああ、口はもう塞がなくていいや。なんか、お前いいやつだし。<laughs> いいやいいや。 狭くて悪いけど、今日はここに泊まろう。あ、知らないけど、なんか廃墟っぽかったし、多分大丈夫じゃねな、ホテルって、そんな金も身分証もないっての。俺、現在進行形で犯罪者よ。 まあ、寝袋は一応持ってるからさ。申し訳ないけど、今日はこれで寝てくれ。なあ、一応人質なんだから、そんな文句言うな。すねるぞ。たく。はあ、なあ。一つ聞いてもいいか なんでさ、逃げようとしたり、助けを呼んだりしなかったの今もだけどさ、廃墟って言ったって、近くに人が通らないわけじゃないだろうし、大声とか出せば。えいや、逃げて欲しいわけじゃない、と思う。あ、いや。 正直わかんねえ。俺自身きっと、怖いんだ。本当に自分が犯罪者になるのが。もう取り返しのつかないことしてんのにさ。情けねえ。え私実は、 死のうと思ってた。はなんだそれ。お前に死ぬ理由なんかないだろう。金もあるし、コネもある。人生バラ色じゃないか。レールに敷かれた人生。ああ、なるほどな。 将来が分かりきってるってのも嫌なもんかね。でもさ、レールの上走ってんだったら、外れるのなんて簡単なんじゃねえの意外と簡単に脱線できるぜ、人生なんて。俺みたいに、一回外れたら戻れねえことの方が多いけどな。<laughs> はありがとう何言ってんだお前。俺誘拐犯だぞ。笑い事じゃねえっての。<laughs> 変わってるな、本当に。気も座りすぎだよ。ああおい、こっち来い。 手の名を外してやる。えいいよ。逃げたきゃ逃げてくれ。俺が寝てる間に。お前になら、なんか、どうされてもいい気分だ。ふふ。うん。じゃあ、おやすみ。 うーん。うん。あ、おはよう。うーん。なんかめっちゃいい匂いする。朝ごはんえ、何作ってくれたのコンビニで買ってきた。 コンビニかい。てか、ちゃっかりコンビニデビューしてるし。てか、いるしな。なんで逃げなかったんだよ、お前。お前の家族、きっと今頃すげえ探してるぞ。いいの あそこには戻りたくない。ああそっか。わかった。じゃあ、俺も、身の代金の要求とかすんのやめた。<laughs> 俺とさ、どっか遠くへ行こっか。 二人で。海沿いをまっすぐさ。時間とか気にせず、気が済むまで。楽しいぜ。<laughs> 世の中には、俺たちが知らない世界が、まだいっぱいあると思うんだ。だから、戻って死にたくなるくらいだったら、 俺と色。ああ、あ金はいいよ。<laughs> そもそも借金は堅実に働いて返すべきだったし。なんとかなる。そんなことよりも、お前となら楽しく苦労する気がするんだ。ああ。誘拐劇はこれにておしまいだ。これから、 一緒に行こう。